インド鉄道 WCM-4 型電気機関車は日本の電気メーカーである日立製作所がインド鉄道向けに製造した直流電気機関車である。製造当時の日本製電気機関車で最大の出力値を記録した。1958年、日立製作所は戦後初の輸出電気機関車としてインド鉄道が所有するカルカッタの直流電化区間へ。 向け WCM-3 型電気機関車を製造し、高成績を上げた。それに続き、ボンベイの電気機関車として受注し、製造が行われたのが WCM-4 型である。車体は WCM-3 型や、それに先立ち登場した、イギリス製の直流電気機関車同様、インド鉄道が示した基準に基づき前後にボンネットを有する。 箱型車体を採用しており、側面窓は4つである。車内には、電動機3台が前後に設置され、左右の高圧機械室によって2分されている。運転台は、インド鉄道の仕様に基づき左運転台となっている。台車については、イコライザー式の三軸ボギー台車を2つ搭載しており、WCM-3 型と同様に、 製造当時日本最大級の大きさの台枠を用いている。時空受けについては、イギリスの手ケン者のローラーベアリングを使用している。主電動機は、製造当時日本最大の吊り掛け、式主電動機である HS-373BR を使用し、電圧の変動が激しい現地の条件や、温度上昇の抑制などに対応した設計となっている。 また洪水が多いことから点検外、溶接部、軸受けなどは耐水構造を採用している。制動装置はイギリスのウェスチングハウス製のものを採用しており、機関車単体は真空ブレーキを用いる一方、連結する客車や貨車には空気ブレーキを使用する。それに加え、急勾配や曲線が多いボンベイの電化路線に対応するため、回線ブレーキも搭載している。 なお、形式名の WCM は、高期直流貨客療養機関車という意味である。1961年に導入後は、高い牽引力を生かし、主に貨物列車牽引に使用された。以降に製造された WCM-5 系、WCM-6 型などの直流機関車は、チラタンジャン工場などによるインド国内生産に切り替わったため、 WCM-4 型は最後の輸入直流機関車となった。2014年の時点で全車が廃車、解体されている。ありがとうございます。